損益分岐点は管理会計上の概念の一つ。売上高と費用の額がちょうど等しくなる売上高または販売数量を指す。前者を損益分岐点売上高と言い,い、後者を損益分岐点販売数量という。単に損益分岐点といった場合、管理会計では前者を指し、経営工学では後者を指すことが多い。 売上高が損益分岐点以下に止まれば損失が生じ、それ以上になれば利益が生じる。このことから、再三点とも呼ばれる。損益分岐点売上高を求めるには、次の公式を使う。実際の売上高に対する損益分岐点売上高の割合を、損益分岐点比率といい、これによって企業の収益性を評価することがある。損益分岐点を用いて、 経営分析することを、損益分岐点分析という。損益分岐点分析は、古くからの経営分析手法であり、直感的に理解しやすいので、今日でもよく使用される。損益分岐点比率が小さいほど収益性が高く、かつ売上減少に耐える力が強いことを意味し、経営が安定していると判断される。8割程度が良いとされるが、 実際には9割を少し上回る程度の業種が多い。損益分岐点売上高の公式は次のようにして導かれる。まず、利益とは売上高から変動費と固定費を引いたものである。ここで変動比率を知識で定義する。すると変動費は変動比率と売上高によって表すことができる。これをに代入すると知識になる。損益分岐点売上高とは、 利益が例になる、売上高のことであるから、常識の利益を例とし、売上高を、損益分岐点売上高に書き換えると、となる。したがって、損益分岐点売上高まで表される。変動比率とは、変動比売上高のことであったから、終える。損益分岐点売上高の両辺を単価で割れると、損益分岐点販売数量が得られる。 損益分岐点販売数量の公式は、単純な一時不等式からも導出できる。販売数量を S とする。収入が支出以上になるためには、であればよい。この不等式を S について解くと、これを満たす最小の S が、損益分岐点販売数量である。また、この式の両辺に単価をかければ、損益分岐点売上高の公式が得られる。費用は、固定費と、 変動費とに分けることができると考える。変動費は売上に比例して増加するが、固定費は売上に関係なくかかる。売上で固定費分を回収することによって、初めて利益が計上できる。変動費には、例えば、原材料費、仕入れ減価、外注費などが該当する。これらは売上高の増減に伴って変わる性質を持つ。 また、変動比率を知識で定義する。一方、固定費の代表は人件費である。その他に事業を営むための設備関係の費用、例えば原価償却費、リース料、不動産賃借料や支払い利息など多くの比目が含まれる。売上からそれに要する変動費を差し引いたものは限界利益と呼ばれる。これが固定費よりも大きければ利益が出ているので、 黒字、小さければ赤字とみなす。事業運営上、営業利益の確保が困難な場合の判断基準として固定費分が回収できているかどうかを評価する指標となる。損益分岐点を下げて不況耐久力を増すにはいくつかの方策がある。一つは限界利益率を上げること、言い換えれば変動費を下げることである。具体的には材料費、 物流費の削減などがこれに該当する。もう一つは、固定費を削減することである。具体的には、正社員を減らし、パートタイムアルバイト、派遣社員などのより弾力的な雇用への切り替え、外注、アウトソーシングなどがこれに相当する。また、有給化して、稼働率の極端に低い設備の除却もこれに当たる。一時的に除却損が発生するが、中長期的には、 損益分岐点を下げる効果がある。このように固定費の削減には事業構造の見直しが欠かせない。ありがとうございます。